可愛いですね。可愛いですね。また軽くて涼しくて履きやすいです。手に向かって使えるところがちょっとご紹介をしていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。佐藤繊維チャンネルです。今日は M&京子の配信です。今回は丸井舞吉田と池袋東部木村と情報は山崎さんの3人でお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日は七夕ですね。そうですね。今日皆さん何か願い事はしましたか？さて、今回の M&京子では夏の、さらっとした生地のワンピースと、あとこれからの季節に活用する小物を紹介していきたいと思います。はい、まずワンピース。それではご紹介いたします。シーグラスジャージーバルーンワンピースです。カラーが吉田さんが着用がグレー、吉田さんが手にお持ちなのがダークグレー、木村さんが手にお持ちなのがブルー、サイズがフリーサイズです。値段は税込みで 48,400 円になります。ちょっと袖も長め で、 あ、そうですね。はい、私結構手が長いんで5分ぐらいになってますけど、多分皆さん6分、7分ぐらい、ちょっと肘が隠れるぐらいの長さに、ですね、はい、なので1枚で着てあるからね、はい、涼しい靴 で、 そうです、ね、肌触りも、ね、着やすいんじゃないかと思います。で、手洗いも、ね、そうそう、できるんで、すね、お家で洗えるのはこれからね、いいですよね。すごい。で、キムさんが着てらっしゃるのが、はい、こちらが、はい、まず商品紹介を、はい、ご紹介いたします。こちらジャガード切り替えイレギュラーヘムフーディーです。こちらカラーが木村さんご着用がライトグレー、吉田さんが手にお持ちなのがパープル、こちら木村さんが手にお持ちなのがダークブルー、サイズはフリーサイズです。お値段は税込みで 28,600 円です。でもまたね、ちょっと形が、前がちょっとシンメトリーその感じがね、はい、すごい面で着やすいです。とってもフードパン、かわいいですね。じゃあこれまた涼しげでいいです。とっても着ててもすごく着やすくてさらっとして夏にもうぴったりですね。ちょっとこの袖のラインもね、かわいいですね。かわいいですね。ちょっとこのアクセントになっているんじゃないかなと思います。はい、うん、あと2人そろお揃いの一応 ね、 パンツ、私はワンピースの下に履いているのでちょっとペットが見づらいですけど、ちょっと、うん、そうですね、はい、佐藤繊維なら、はい、すごくいいね。サラッとした、リネンと朝でした。サラサラですごい通気性があって、これもまた軽くて涼しくて履きやすいです。とっても今回あれですよね、この切り替えですよね。あ、あ、じゃなくて切り替えの、そうです、切り替えの入りがちょっといつもと違って、うん、はい、あのこう可愛い感じになってます。こちらの、まず初回、はい、そうですね、パンツご紹介いたします。はい、こちらナチュラルリネンニット使いバルーンパンツです。お色が吉田さん着用がベージュ、木村さん着用がダークブルー、吉田さんが手にお持ちなのがカーキです。サイズは1サイズ2サイズの2サイズ展開です。お値段が 36,300 円です。いつもウエストがゴムになっていて、でもすごく通気も良くってね、はい、履きやすいので、はい、これから、ね、さらっと、いいですね、はい、このワンピースの下に透けないようにこういう薄手の色合いのものの時とかも、はい、あんまりあの暑い感じじゃないのでね、うんうん、重ね履きしてても通気が良くてすごく履きやすいんじゃないかなと思います。
これから夏に向かって使える小物がちょっとご紹介をしていきたいと思うんですけれども、アームカバー、私と木村さんのでちょっと違うシリーズしてますけれども、そうですね、ちょっと長さを伸ばすと割と安心な長さで、はい、このぐらい日よけもでちょっとこうね、シュッと下げてもらって、こういう感じでしてもらってもこうやってもいいでしょ、はい、ちょっとおしゃれな使えるかつけていただいてもいいかなと思います。なってます。で、私の方は一応このワンピースとお揃いの素材になってて、綿100ですごく柔らかい綿素材なので、お肌の弱い方とかでもかなり優しい肌当たりなので使いやすいと思います。このタイプは手洗いにいけますので、商品紹介ごめんなさい、はい、山崎さんお願いします。はい、はい、ご紹介いたします。シーグラスジャージロングアームカバーです。こちら多い色が吉田さんが手につけているのがブルー、こちら吉田さんが手にお持ちなのがダークブルー、木村さんが手にお持ちなのがグレー、サイズはフリーサイズです。お値段は税込みで12,100円です。ご紹介いたします。ボタニカルアートシアーアームカバーです。お色は木村さん着用のがベージュ、吉田さんが手にお持ちなのがチャポール、木村さんが手にお持ちなのがダークブルーです。お値段が税込みで13,200円です。またとっても和紙が入っていますかね。すごいサラッとして気持ちいいです。で、すごいこれ左右は柄がね、柄が全然違うんですよね。片方ずつね、ちょっと、はい、雰囲気が違うんで。違って、はい、楽しめるじゃないか。ね、はい、組み合わせのものって意外と少ないので、はい、ぜひ、はい、遊び心があってちょっとねいいかと思います。いいですね、はい、はい、私はちょっと黒がこの辺ちょっとなかなか面白いデザインに、ね、なってますね。あとは帽子が、木村さんがかぶってらっしゃる帽子が、はい、リバーシブルのタイプになるんですけれども、一応これデニム地とこれ裏返しとあれですね、はい、お花柄の、はいはい、ランガリーリバーシブルハットです。お色は木村さん着用がレッドです。他にダークブルーとライトグレーがありますので、こちらは店頭かクロスイットオフでご覧ください。サイズはフリーサイズです。金額は税込みで19,800円になります。はい。こちらリバーシブルになってまして、裏が、ああ全然柄が、ね、違いますね。違いますね。可愛いですね。はい、黒と赤の、はい、組み合わせで、グレーになってますね。ちょっと柄が立体的な、ね、感じになるので、すごく雰囲気があってね。はい、でつばもすごく割と深めなので、ひさしもすごい、これからでいいですね、ちょっともう眩しいところがね、そうそうそう、でこうちっちゃく折りたたんでお荷物にもさっと入れて持ち運びも便利ですね。シワにならないですからね、結構、はい、うん、使わないときはちょっとコンパクトに、ね、しまっていただけるので、ね、はい、はい、使いやすいかと思います。で、私が巻いているのがこれが実はターバンなんですけれども、はい、ちょっとこう帽子風にしてみました。ね、ターバンで使っていただいてもいいんですけれども、まず紹介をした方がいいですね。はい、紹介いたします、はい、サマーチェックジャージー切り替えヘアバンドです。お色味が吉田さん着用がブラック、木村さんが手にお持ちなのがライトグレー、はい、
吉田さんが手にお持ちなのがブラウン、サイズはフリーサイズです。お値段は税込みで8800円です。ちょっとまたね、こちらのニットのタイプとこちらの綿の素材とが半々になっているので、上下じゃないですよね、この組み合わせ、表裏でちょっとこのね、雰囲気が全然変えていただけるんで、あとこれ、まあ、ターバンでもいいんですけど、今みたいにちょっとこう帽子風にしてもいいですし、これそのまま首まで。そしてちょっと首 の、スヌー夏のスヌードっていうか、ちょっと綿素材なので汗取りなんかもいいと思うんで、あと日焼けがね、ちょっと首の後ろとか気になる方とかだと、ちょっとそれを抑える時にしていただいても使っていただけるので、結構いいかなと思います。ちょっとこういうワンピースとかのアクセントで、首元あんまり開いちゃうのがね、嫌って方も結構いらっしゃるので、そういう時に暑くなくって通勤もいいですし、ちょっとこういう使い方しても涼しいとか、はい、ね、ちょっと透け感出していただいたりとか、これちょっと黒であれだったんですけど、ちょっとこう雰囲気変えていただいてもいいかなと思います。一応これは全部実はお揃いの柄で、ちょっと色違いで組み合わせて使ってますけども、これからの時期すごく柔らかいですし、綿素材で本当にね、肌触りとかも良いので、結構これおすすめの、はい、小物で外しますけど、はい、でちょっとこう帽子だとてっぺんがね、暑いっていう方もいらっしゃると思うんですけど、さっきみたいにちょっとかぶっていただくとアクセントでいいかなと思いますので、ちょっとよかったらチャレンジを皆さん、はい、してほしいかなと思います。はい、そしてストールですね、お花柄の、はい、ご紹介いたします。ライスフラワースリーウェイレーシーショールです。お色は吉田さんが手にお持ちなのがダークブルー、木村さんが手にお持ちなのがブラックとライトベージュになります。こちらサイズがフリーサイズになります。お値段が税込みで25,300円です。こちらもちょっとね、生地とニットのドッキングになってまして、普通に、まあ、巻いていただいてもいいと思うんですけれども、こちらはボタンが、ね、ついてますから、はい、うん、こう、そう巻きます、はい、止まってますね、ここボタンになって、はい、止まってます、はい、ちょっと羽織で、ね、ボレロみたいな感じで着てみますね、はい、いただきます。ちょっとなんかノースリーブとか袖の短いものでちょっとこう羽織っていただいてもいいですし、 T シャツでね、無地のものとかでちょっとこういうアクセントで使っていただいてもいいですね、はい、で、こちらも柄がすごい立体的でね、うん、可愛いと思いますので、あと私は結構これ普通に首に巻いちゃってもいいんですけども、夏場とかは暑い時なんかもうちょっとその日よけまではいかないんですけども、ちょっとその首ので、まあ止めてこう普通にしていただいてもいいんですけれども、はい、ちょっとこう斜めにしていただくとまた雰囲気が違うので、こういう感じで、はい、するとまたで、ちょっとこの辺なんとなく見せたくない時とかも少しこういう風に斜めとかにするとおしゃれに隠せてっていう感じでいいかなと思います。はい、またここがね、はい、ちょっと透け感が出てて涼しげになってますね、ぜひ、ね、うん、ちょっと夏に活用して
ていただきたいと思います。本日紹介した商品は M&強行を取り扱っていただいている小売店または直営店にご相談ください。近くにお店がない方は佐藤繊維オフィシャルサイトクロスイットでご覧ください。チャンネル登録グッドボタンもぜひお願いいたします。今日本日はありがとうございました。